今日は毎月恒例のエッグスムシングスさんの限定メニューのパンケーキの紹介です。今回いただいたのはティラミスバナナパンケーキです。ココア聖地のパンケーキにマスカルポネとカスタードの濃厚なクリームがトッピングしてあり、キャラメリゼしたバナナが添えてあります。パンケーキの間にもバナナがサンドしてありました。ココア聖地のパンケーキが少しポロポロする感じで、一口分に切って食べると細かく分かれてしまう感じでした。見た目はかなり重そうですが、結構すんなり完食できました。皆さんもいかがですか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録